こんにちは、釣り動画のあきらです。今回は浜名湖へ団子釣りに行ってきたんですけど、まさかの展開です。今日風10メートル以上が吹いてる。まあ、ここでやるか、またこの辺で。かわいいな、警戒してる。おー、来た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 。おー、
めっちゃ可愛いんだけど、この鳥。ツイッターだな。さあ、帰ろう。ギブアップ。もう釣れない。フグしか釣れない。タイミングが悪かったかな。坊主だったんで魚屋さんで魚買ってきました。本当は丸のまんま買おうかと思ったんですけど、思いのほか魚が高くて、魚ってこんな高いんだなと思って、ヒラメ3,500円ぐらい、クロダイでも1,300円とか、イシダイも3,000いくらだよね、マダイも1,500円、マダイ意外にクロダイが高いから、マダイが1500円ぐらい、クロダイが1,300円、1,400円ぐらい、ほとんど変わんないんだよね。金目鯛もなんかさ3,000円だっけ、4,000円ぐらい、でブリね、ブリ1万円。あんなするんだよと思ってさ、でいろいろ魚丸で買うかとかいろいろ迷ったんですけど、まあ俺が普段釣れない、ほぼ釣らない本ガツオの生食用の真空パック半分なんかちょっと凍ってたけど売ってたんで買ってきました。めちゃめちゃうまそう。めちゃめちゃうまそうなんだけど、やっぱ好きなのよカツオのたたき。いただきます。うまっ。うまいね。あ、生姜あってもよかったな。ニンニクとか生姜薬味で、うまっ。ちょっと生姜すってくる。生姜すってきたんですけど、ちょっとすりすぎた。これ一面生姜になっちゃった。いや、生姜漬けみたく、いただきます。うまい。生姜を間引く。
まぶっていけるわ。うん、生姜がうまい、新鮮で。そういえば生姜好きだからいいんだ、いっぱい入れても。うまい、ありがたいね。これ400円安いと思うけどな。で、本ガツオなんて釣ろうと思ったらさ、大変だよ。それがなんか新鮮な、ただ生食用の本ガツオが400いくらで買えるんだから。ありがたいな。うまっ。リベンジしんと。次、網エビ混ぜてやってみようかなと思って。団子に。団子のぬかとさ、砂だけでやってたから、水力効果がかなり、もう最低だと思うから、網エビを、ね、あの、今回のブロックのやつ、280円とかで売ってんだけど、それぶっ込みはさ、一気に就業力、就業強化マックスになるから。次ちょっと、網エビを一ブロック、一番ちっちゃいブロックぶち込んでさ、就業効果もマックスにして、ちょっとやってみるかな。それで釣れんかな、グレ。クロダイも。クロダイ十分高級魚じゃない。まだ遜色ない値段。ヒラメが高いね。だってもう、もろ養殖のさ、まあ、40センチあるなしぐらいの、40ぐらいかな、ヒラメ。3000円。話する、300円、500円ぐらい。ヒラメは超高級魚じゃん。ブリはでかいからね。1万円。でもさ、サーフでブリ釣るってなったらさ、まあ全国いろんなサーフがあると思うけど、練習型サーフでブリ釣るってなったらさ、1万円じゃ釣れんよね。うん。その道具にしろ、まあ道具があだこだっていうよりも労力、時給1000円計算でも1万じゃ釣れんで、割に合わない、割に合わないから遊びとして成り立つというかね。で、自分で釣ったブリなんてさ、あんな10キロ近いような遠州灘サーフとかで1万円じゃないよね、価値100万ぐらいの価値ある。うん、感覚的には。うまっ。うまんな。なんか浜松祭りとか思い出すな。よく、ゴールデンウィーク浜松祭りがあってさ、夜の練りに出てたんだけど、これカツオとかいっぱいごちそうになった覚えがある。うん。うん。めちゃめちゃ、めっちゃめちゃ最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。次は網エビ使って団子釣りにリベンジします。